その辺の戦術的な判断ももっと貪欲になってもいいですね。そうですか、はい、相手10人の場合は仕掛けるときはもうどんどん仕掛けていく。まあ、3点リード、そして相手は1人少ない状況、平本が仕掛けに行きます。今もね、平本ドリブルで持ち込む、ドリブルで持ち込む、シュート、素晴らしい、決まった。2試合連続ゴール、平本、飯尾選手が言ってる通りになってきましたね。ここに来てこの男が覚醒しました。2試合連続平本が決めました。ベルディ4点目、ベルディの攻撃陣がもう止まりません。らしいですね、この時間帯にこのパワフルなドリブルをディフェンスが数的不利の中でされるとですね、なかなか対応できませんから、今のような強引な突破ですよね。いいですね、平本、今シーズンは怪我もありまして苦しみましたが、第2クールに入って好調キープ、そして前節の熊本戦で今シーズン初ゴール、そしてこのシーンです。素晴らしいです、ディフェンダーをかわして最後は左足でのシュート。期待してるからこそちょっと川野選手に苦言を呈していいですか、この時に今画面の右端に川野選手、はい。